such a wonderful night for a walk in the park by moonlight. And I just wanna say, you know, the time is right. Don't you think that the time is right? Tonight, tonight, tonight. I know the time is right. こっちは向こうのお店と何か違いがあったりするんですか？こちらのお店はハンコとか、うん、シーリングワックスとか、あとアンティークのものが多いです。すごい、でもなんかいろんなものがありますね。すごい小物がたくさんやし、なんか可愛い、うん、なんかちょっとまた違う可愛さというか、こう雑貨っぽいよね、やっぱ箱とかもある、うん、でもこのディスプレイがやばいやばいな。あ、でも紙も置いてる、やっぱり。え、これって何ですか？箱押し？これはベネチアで作られている。ベネチア壁掛けですね。あ、壁掛けなんだ。壁掛け。すごいですね、なんかこんなに、なんていうか、押してるの。そうですね。聞いたことない。柔らかい紙なのかな。これ工程作業はね、ちょっとね、秘密ですね。企業秘密。企業秘密ですよ。やっぱり、だってこんなの見たことない。すごいよな、確かに。あのアーティストの方が作ってます、ね、あ、なるほど。うーん、わ、かわいい。これ便箋。便箋、え、めっちゃいいかも。触っていいですか？どうぞ。あ、見てください。あ、でも柄はなんかフランスっぽいの。フランスのとある樹種の壁紙を封筒してます。なるほど。これってもしや、やはりめっちゃ可愛い。なんかすごいですね。なんかこういうフォントってさ、パソコンでしか見えない。手で描けんのみたいな。美しいね。ジェシーって書いてる、うん、塗ってるんや。塗りました。あ、可愛い。こういうの好きです。しかもなんかこの入れてるのも可愛いし、この挟んでるのもめっちゃ可愛いし、これも可愛いから、全部や。つまり全部やな。つまり全部可愛いっていうことだ。ここに絵もあったりてか絵の、あ、ちゃんと箱になってるんか。違う、描いたんですよ。絵も描いてるんですか？はい、油絵です。すごーすごー。バレロワイヤル の, あ, の, お庭の、あ、お庭の、はい、へぇー、すごい。あ、これさっきあった紙や。貼ってるんですか？そうですね。あ、そうなんや。こういうのにしてもめっちゃいいですもんね、紙と。そっか、色鉛筆のケースになってるか、うん、ここの紙はまたちょっと柄のあれが違いますね。雰囲気が。じゃあこれがフランスの紙なんです。すごい。え、見てね、このバッグの。めっちゃ綺麗に描いてるな。靴とか、こうデザインを並べるだけでもやっぱ可愛いな。めっちゃいっぱい紙ある、すごい、やばい、やば、紙欲しくなるな。はいはい、後で選ばしてもらいましょう。はい、じゃあこっちに。え、奥に。あ、何これ。え、何これも売り物ですか？売り物ですよ。あ、あ、すごい、めっちゃ可愛い。なるほど、なるほど。額に紙を入れて。はい、あのアンティークの額に紙を入れて、うん、あ、天才です。天才や。やば、めっちゃ可愛い。ちょっと触って。すごい、これあのめちゃくちゃ好きです。うわー、すごい。これはもう紙が入ってるってことですか？そうですね、紙入ってますね。あ、そうなんや。この紙も、うん、あの木版でこう手作業で押してる紙になります。マジですか？好きです。で、生産がもうしてないと思いますね。あ、なんで伝統がもうなくなっちゃったんですか？この会社がもう閉めちゃったと思って、ね、あ、辛い。泣いていいですか？めっちゃ好きなんですか？はぁ、すごい、ほんまにショック。そしてここのディスプレイですよ、これ。わぁ、すげぇ。あ、これは地図からポスターですか？昔の古い地図のポスターになります、うん、わぁ、めっちゃ可愛い。これでプレゼントとか買ったんじゃない？可愛い。あ、いいですね。いいですね。え、もう普通に飾ってるだけでも全然。あ、飾ってる方多いと思います。ね、これめっちゃいいやん。かわいいな。うん、素敵やん。すごい色が綺麗ですね、昔の。わー、楽しい。で、それの、あ、これも一緒じゃん。この柄の同じようなノートとか。そうですね。すごい、すごい、すごい。
いやちょっと俺若干こっちこういう方法もあったかと階段です。旦那さんがね髪を貼ったんですよ。めっちゃいい、かわいい。こんな方法ある。そっか、紙なんか布じゃないとっていう印象もあるけど、うん、紙でもやっていけるのか。あと古いあの、うん、机の中に紙を貼ったりとかする方多いです、うん、ヨーロッパの方。ああ、そっか、内側はお気に入りの柄にすると。これね、折りたたみできるんですよ。へえ。あ、これボックスで。なるほど、書類で。はいはいはい、そうなんや。なんかもう普通にカバンみたいになってるからカバンやと思う。書類入れなんですね。そうなんですよ。これもなんか古いあれなんですか。アンティークっぽく作られてる。すごい、もう分かれへんな。うん、分かれへん。あ、めっちゃいい。なるほどね。箱系もじゃあ人気があるんですね。はい、確かに。なんかこう新しいものをでもこの子の中に入れといたらさ、もう見た感じはこのアンティーク感が出てさ、統一感が出るからいいよな。この取っ手がついてるのがなんか斬新ですよね。なんか俺そう、あっちのも気になってさ、あっちの箱これも取っ手ついてる。そう、下の取っ手が可愛い。あ、ここもそっか、箱やったんや。これ全部箱となる。見せてなかった。そう、下ばっかし見て持ってたから。参考。なるほど。わあ、いいね。いいな、箱に紙入れんの。なあ、ちょっと真似したいな。直接貼ってました、壁に。あ、壁。あ、それもいいと思います。そう。ピッ、そこだから、こういう形もいいよね、こう。あの紙めっちゃ素敵。紙を。あれはね、あの1940年代に作られたアンティークの壁紙になります。壁紙なんや。はい。めっちゃ綺麗。すごい。いいですね。ここの紙も大きい紙が並んで貼る。これは絵画を、はい、ブルーゲルの絵画を紙にしたものですね。わあ、これで包んでもめっちゃ可愛いですね。そっか、その発想やな。なるほどな。すごい、ブリューゲルすごいですね。ブリューゲルめっちゃうまいな。うまいって書いたら申し訳ないけど、急にブリューゲルのお褒め入る。こうやってじっくり見られへんやん。ありがとうございます。めっちゃ素敵ですね。これ想像上のお庭、うん、紙にしたものですね。すごい、想像上のお庭、いっぱいあるな。面白いな。確かにユートピアな感じやな。うん、はあ、やば、何時間でも折れる。いや、これは一日コースやな、うん、あ、確かに。あ、そっか、まだこっちもあるっていう。そうやで。やばいな。あのね、あの、やばいです。ハンコがいっぱいあるんです。ハンコがハンコラバーやったら。めっちゃ好きなんで。あ、見て、うん、どうしました。押したやつですね。あ、くそ、猫はもうなくなってた。やば、めっちゃ。どこですか、皆さん。最高。これとかも好き。ここ、あー、かわいい。高まってますね。なんかこの辺のハンコはアンティークというか、そう、古いものなんです。それとも新しく作られてる。これ新しいものです。これめっちゃかわいいな。でも柄は結構なんか昔の柄を使ってるんですね。あ、そういうのを選んでます。あ、さすが。これもかわいい。これ私のデッサンをハンコにした。あ、最高。あ、すごい。めっちゃかわいい。素敵です。これとか。あ、すごい。これもうさぎ。あ、これは想像上の動物です。あ、違うんじゃん。すごい、めっちゃかわいい。あ、もう買う買う買うって感じですよ。だからめっちゃ好き。あれですね、この昔からのデザインを使用したものから、このひとみさんがデザイン、デザインというか作られたものとか、すごいこのお店の世界観を統一していろんなものがあるんだなって今。いやー、ね、めっちゃいいですね。すごい。しかもこうハンコってやっぱり紙とか便箋とかとの相性がめっちゃいいし、カリグラフィーとの相性も多分めちゃくちゃいいから、うんうん、布にしてもいいし、めっちゃ何でもできる。これなんて名前やったっけ、あの、あれがあるやん、押すやつな。シーリングスタンプ。シーリング、あ、シーリングスタンプ。これがまた可愛いよな。すごい。これ後で金色に塗るんですか。これは、金色のパウダーを先に、混ぜて、ここに押しておいてから。あー、なるほど。スタンプしますね。あ、そうなんじゃ。そういうことか。
この半切れみたいになってるのはこれは半分半分で、イニシャル半分半分。ああ、なるほど。はめて使うんですか。はめて使います。こういう風に。ああ、なるほど、なるほど。イニシャルなんや。はい。へえ、すごい。左上にさ、ほらサンプルがあんねんけどさ、うん、これだけでも飾りたいよな。かわいい。めっちゃかわいい。シーリングスタンプ用のなんかあれやねんな、表。そう。ほんまやんな。いわゆるシーリングスタンプってこのローって言ったらいいんですかね。ローですか。ワックスですね。ワックスを溶かして上からジュってして、上からジュってします。あれですよね、なんか昔のなんか誓約書とかをこうくるくるくるって巻いてジュってね、なんか王家の印が言われてたらお前一回見ただろうみたいな。憧れのやつ、ややちゃん。なんか石みたいのがついてるやつもありますね。これはね、ワックスなんですよ。で、これをこのスプーンに入れて、うんうん、出して使います。あー、なるほど。なるほどね。あ、で、ここにいっぱい。へえー、すごい。めっちゃ楽しい。めっちゃ楽しい。こっちの壁のまたディスプレイがすごい可愛くてたまらんな。これは真似したくなるね。うん。昔の額もめっちゃ可愛い。なあ。これもまた雰囲気と合うね、この可愛らしい。これはフランス人のアーティストの方が手作業で作ってます。すごい。フランス人なんですね。これは1890年の紙っておっしゃってましたね。紙なんや。紙もそう。あ、後ろの マーブル。これは手作業で貼ってます。すげー。はあ、すごいアーティストさんやな。アトリエ見てみたいぐらいな。確かに、すごい。ここにもお手紙貼ってる。ほんま？古いお手紙を、うん、あ、ほんまや。こんな字が綺麗な、やっぱりカリグラフィーってます、ね、そしてこの階段の裏にこの紙を貼るっていうのも天才やな。かわいいな。これやりたい。そんなお家に住みたい、うん、そんな階段ならお家に住みたい。チャンスが少ないじゃない、それ。引っ越しから、引っ越しから検討しましょうか。それか、勝手に今のアパートの階段で無理やろ、怒られる。これは、手作りのものが置いてる感じですか。これも手作りですね。紙じゃないわ。小さい額とか、うんうんうん、中も革になってます。ポシェット。ポシェットか。すごいね、ほら、紙袋もあんだよ。あ、ほんまや。プレゼント用になんか持っててもいいよな。うん。なるほど、確かにお土産を買うのにはこっちの店舗の方がいっぱいプレゼントしたくなるものもあって、うん、向こうは自分の宝物を買おうみたいな感じやな、うん、これって何ですか。これはアクセサリーを入れてもらったり、ペン先置いたりとか、うん、これはペン先置いたりします。これに。はい。あ、こうか。そうです。あ、こういうことかと思った。違う。かわいい。これこんなすごいですね。こういうのがあるんや。素晴らしい。めっちゃ楽しい。めっちゃ買いたい。じゃあちょっと物色しますか。いいですか。いいですか、買い物。じゃあ買い物タイム、向こうからじゃあ買いたいものを集めていこうか。はい、何ややちゃんそれ。これはペン先の量なんですけども、すっごいいっぱい種類があって、すごい。見てこれ、すごい面白いよって見せてくれたんですけど、うん、あのピアノ線を描くやつらしい。ああ、なるほどね。だから4本線、5本線か。そう。って。すげえ。文字を書いてもいいけど、特殊って言ってた。っていういろんなやつがこんなにあるんや。そう。で、面白いのが、これとかも面白くて、一気に2本線が弾けるやつ。へぇ、あとはこれとか、先っぽが丸、ほら、お前は丸っちょになってるとか、めっちゃいっぱい種類があって。これが3本に分かれてる。わー、すごい。めっちゃおもろい。わー、3本に分かれてる。そう、書くときに3本に分かれるっていう。めっちゃレアです。花っぽいんですか。めっちゃいい。尖ります。わー、すげー。これはもともと音符を書くためのペン先だったらしいです。音符、うん、15個選びました。いいね。この
紙を買いたいと思います。これ良かったよな、もう作ってないって。いや本当にね、素晴らしい紙なのに、うん、見てください、ガラスペンと万年筆も売ってるって言ってて、これが結構特別なんですよね。これはあの世界でうちだけしか買えないもので、フランス人のアーティストが手作りで作ってる万年筆とガラスペンです。ガラスペンってガラスの、そうですね、ガラス、うん、ガラスのペン先です。これをインクにつけて、結構持ちます。すごい、かっこいい。そしてあやちゃんが今日買ったのは15個のペン先、ペン先を、そしてインク3つと、うわ、あとこれの紙ですね。いいね、帰ったらすぐかけるセットが買いました素晴らしい。まだいっぱい欲しかったんですけど、うん、ちょっとまた後日持ってゆっくり見て、そうやね、買おうかなと思って。お土産というかプレゼントも買いたいな。そうのはちょっとね、シーリングアックスとこのハンコ、ハンコって言ったらいいですかね、これを買いたいなと思って。ハンコ、さっきハンコ見るから、じゃあハンコ見て、ハンコ見て、これ、この、こういう系が好きなんですよ。お花、うん、チーズが細かいやつ、いいよな。でもな、その、この手作りのやつもめっちゃ好き、かわいい。わかる、いつもめっちゃいいよな、こう。確かに、セットにしてもらってたら、なんかすぐにな、使えるし。私もこれめっちゃ欲しい溶かすやつ、これいいよな、確かに。クマを、あー、いいやん、うん、これにしよう、はい、めっちゃ綺麗。そう、この状態でもめっちゃ綺麗やな。めっちゃ綺麗やな。ちょっと金が入ってるというか、うん、光ってる。オッケー、あー、ありがとうございます。ありがとうございます。わーい、ありがとうございます。ありがとう、嬉しい、よかったね。すごい、どれも可愛い。イエイ、イエイ、めっちゃ嬉しい。割りテンション上がってるじゃあ行きましょうか。はい、ありがとうございました。今日メッシー、僕メッシー、あ、すげえ、めっちゃ可愛い。お店やなあ、ね、ありがとうございました。絶対また来ます。メッシー、メッシー、オーバー、オーバー、ラビアント、ラビアント、あやちゃん、はい、楽しかったな。楽しかっためっちゃ楽しかった。すごくなかった。やばい。なんかしっかり説明もしてもらえて。そうやんな。うん。買い物もしましたが、また多分行くね。な、もう。そう。ちょっとこの後予定があったから、あんまり長居できへんかって。残念。うん、もう一回来よう。お土産買いに来よう。いやいやいや。じゃあね、家戻ったら、はい、今日買ったやつのちょっと詳細をお見せしたいなと思うので、お家まで戻りましょう。行きましょう。
すげえ。いいやん。ちゃんとできた。かわ。もう固まってるんかな。あ、固まってる。熱い？熱くない。うわ、こんな感じでした。なんかここ金に塗ってもいいらしいね。あ、パウダーを塗ったら金に入れて、でちょっとここマッシュアヤビデオで、多分さっきね映ってたけど、ペン先もめっちゃ可愛かったな。めっちゃ良かったこんな感じの A にしました。いや、これハマるわやばい、これで手紙送りたいねそれではご視聴ありがとうございました。オーバー、アビアント。いやー、ペン先やばい全部見せたかったぐらいですよ、本当に、ね、まだいっぱいあったんで。